死の結末だ。金玉が痛いぜ。お客様、今日は新しいエイラビショップのこののの字のしゃも字が素晴らしいんですよ。今なら定価999円のところを5800円で販売します。今日はエイラビショップの新しい形を紹介するんやけども、まあナーフ後の環境でやっぱりエイラが4コストになったことによって、そのエンジェルシュートを結構採用する人が増えたこともあって、ちょっと使用率が下がったかなというのが私の印象なんやけども、まあそれでもエイラビショップに魂を売ってレジェンドカードをいっぱいエイラのためにつぎ込んだんだと、エイラのためにしか今デッキの構築ないよという方向けに大特価サービスで、今強いエイラビショップを最先端の情報でお届けしていく私の、まあ今日の動画なんやけども、今エイラにゼウスを入れるっていうデッキが流行ってて、エイラゼウスって言われるんやけど、このデッキが流行っていると。でまあ基本的にエイラにゼウスが入るってことはまあ 100% ほぼないよね。で相手のリーサルとかもやっぱ10ターン目以降こうゼウスが飛んでくるっていうのは絶対計算しないから、そこで相手の隙を狙っていくと。まあ高校であれば3回進化権使えるので、まあ3回の効果を得ることができると。で普通にまあ21プラスで疾走を持っただけでも76の疾走になったりするから、10コス76やとジェネシスドラゴンみたいな感じで疾走としては申し分ない性能であるし、まあリモニウムが一応ね進化使って無料進化できるから、一応火力的にもねゼウスとの相性もいいし、まあ2枚入れる必要性はないかなって感じかな。そんなに進化に特化したデッキはないんやけども、今ゼウスをピン刺ししたね、エイラビショップが流行ってて、でソニアも1枚採用したり、エンジェルシュート1枚採用したり、まあ結構まあ今数ある中、エイラビショップいっぱいね、種類があると思うんやけども、その数ある中で結構勝率が高いエイラということで、今日はゼウスエイラ、エイラゼウスというものを今日はね、触っていきたいなと思います。勝ちました!ロイヤルか。まあ、どんなね、まあ敵であれ、やっぱりもうこんなん残してもしゃあないんで、エイラをもうマリガンする。で、エイラが来なかったら、エイラ来ないのかよ!はん!みたいな感じで、まあ、銭形警部になればいいわけですよ。高校やから引けるでしょ、1枚ぐらいはね。うわまあ、ロイヤルやからね。まあ、クルトモっていうのはでかいけども、まあ、盤面勝負にはなるかな。小賢しいな、いきなり。いきなり捨て、終わりにしてあげるよ。まあ、機械ロイヤルって感じやね。だがな、この時点で私の勝利は加速されたんだよ。ニュー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 、終わりにしてあげるよ。まずは1点目。そして死後を張りながら、4ターン目に清純なる祈り、エイラを降臨させていく。そして序盤のダメージはエイラが全て返してくれるからね。なんか体感、なんかリーダースキン、メリッサとさ、なんかもう一個追加されたけども、なんかメリッサ最近結構よく見るね。当ててる人結構多いじゃないか。まあ、ここは取んのかな?ただ取るとなるとエイラで次のターン処理が全部できちゃうからね。あまりよろしい動きではなさそうには感じるが、その取り方はどうなんだろうって感じだね。まあ、ゼウスがね、ピンで入ってるんやけども、まあ2枚は多いかなって感じだけど、まあお好みに合わせて、ゼウスに関しては、まあ何枚か入れてもいいけど、進化をね、そんなに他のデッキと比べて使うわけじゃないから、基本的には高校では3回進化権使うって感じやから、ほんとピンでもいい感じやね。ただゼウス1枚入ってるんで、なんか割かしね、結構刺さることが多いよね。まあ相手のやっぱ、予測を反した動きっていうものがやっぱり重要になってくるからね。そこの石膏はなかなか強いね。渦巻きナルトの幼虫出すんじゃないよ。なるほど。4か6でいけそうやね。3たす1、2やから。クルトを使って盤面処理すると、まあでもクルトが優秀か。クルトが優秀すぎるな。ちまちませずに、ドカーンと行くぜ!ブーン!まずは1点目。押しとるぜ!まずは2点目。このスタッツの高さで大きくなっていく。ただ、ちょっと、相打ちっていうかね、盤面処理に回ったっていうのがちょっと取りやすくなっちゃったっていうのがあるんやけども、進化で相打ちしてくれればハッピーって感じやね。さあ、もっと本気でかかってこいよ、朝青龍がよ。まあ、さあ、機械神、いやー、3コス、あ、なるほどね、何もできないって感じか。であればね、地獄を見せてあげるわ。今から地獄を見せてあげるよ。まずは、
1点。まあどうしようかな、2位シーローで行きたいな。でもここは焦る必要性はないけど、やっぱでも強化したいか。3、4、5でメカゴブプラス鉄腕アトム出してリペアモード。やっぱエイラの効果というものはやっぱ一旦に一回は使いたいよね。何のためにエイラを出してるかといえば強化するためにあるわけだから、これでも相手からすると結構厳しいよ。これ置いとくとなるとどんどん強化されちゃうからね。でもこの番目やったらまあ一回ぐらいは強くに、処理はできるかな。あーでかざかしいね、小賢しいね、悠長だな。まあ殴っていく。マシンファルコはやっぱ突進残したで正解やったね。オッケーオッケー。まあクルトで一掃できるかな。はまずは1点目。結局クルトの前よりは無力なんだよ。ブーン。あー、そしてメカゴブリンを出しながら、これちょっとプレミしたな。メカゴブリンとメカゴブリン出してからのが良かったって感じか。まあ、まあいいや、どちらの勝ちなんで。まあやっぱ依然としてエイラは強いな。もう87が多分突破できないので、多分というか 100% 突破できない。これ突破できなかったらもう終わりなんでね。結局まあ結局ロイヤルとかだとやっぱエイラには勝てないか。でこれにゼウスが入ってるっていうのがやっぱやばいよね。これでまあ持ちこたえとしてもゼウスの3回攻撃とかで終わる未来が見えてるわけだから、パーシュワル下がっていろ。もうこれエイラで飛んで、ああソニアは小ざかしねー。まずはでリテュアルとかでも、でもまあだから本当にやりたい放題やんね。今のエイラに関しては本当にもうやりたい放題ですよね、これに関しては。でもなんかソニア4で張っても強そうやな。2、6、7、8やからブロードマードセナリーからのもうソニア張って、でもうクルトがもう調教されてるのでこうやね。もうこれで終わり。甘美なる鉄壁の前に。まあ、あえて吠えてるね。なんかもう、どうしようもなくて、ディスカバリーチャンネルのなんか、最後、鹿が食われるって感じになってるね。ディスカバリーチャンネルみたいな感じになってるよ、こいつ。大丈夫か？悪くないな。まあ、こんな感じで、まあ、これにゼウスが入ってるから、まあ、ゼウスのね、なんか感想とかも教えてほしいね。いや、エイラゼウスやばいよ。さすがにやばいと思うわ。夜明けまでは遠いわ。